私たち笑いの内閣次回公演はですね、笑い内閣なんと今年10周年でございます。おすごい。はい、第20回公演。あーすごいですね。1年2回やってたわけですね。そうです。普通ね、10年もやってる劇団はだんだん作家が忙しくなって年に2回なんて公演できなくなるんで、10年で20回っていうのは売れてない証拠です。うん、ここでございます。今回で売れたいですね。そうですね。はい、ちょっとここで笑いが起きなかったって本当に悲しくなる。はい、第20次笑いの内閣名誉男性鈴子よという作品です。どんな作品かと言いますとですね、あとどんな作品ですか、はい、見てください。名誉男性というのはですね、うん、南アフリカに名誉白人という言葉がありました。南アフリカはアフリカアッパルトヘイト、有色人種でありながらですね、うん、その黒人差別に、加担している人は名誉白人と呼ばれて白人しか入れないところで受けたんですね。あ、なるほどね。それと同じですね、女性でありながら、うん、女性差別に加担するような言動をしてですね、うん、やることをやるような人を名誉男性と、はい、呼びますしですね、その綾子さんみたいな人ですね。岡山県南アンタレス市というところ。何ですか？南アンタレス市です。はあ、略して南アシでございます。あ、なるほど。あ、なるほど、なるほど。そうです。それ南アンタレス市で市議会議員をやってるですね、氷川田鈴子。うん。もうですね、女性進出の象徴とか自分で言ってるんですけど、うん、もうすごい男尊女卑的な言動する。あ、名誉男性。名誉男性ですね。はい、はい。鈴子はですね、うん、ついに現職市長の後継指名を受け、うん、市長に選に立候補しようと。うん、ございますね。ところがですね、息子がですね、息子です、はい、が家出をして、さらに彼女をはらませてしまったというような情報が入ってきてですね、はい、純潔教育とか大事にしている鈴子さんにとってはそんなの致命的なスキャンダルということで、はい、果たしてどうやってごまかすかと。なるほどね。そういうような話で、あ、こういうの政治劇、政治劇でございます。ゴジラも別にゴジラが主人公じゃなくて宝田明が主人公だったんですよね。鈴子が最後の敵みたいな。ああ、なるほど、ラスボスなんですね。そうやって、どうやってその草野さんが演じるネクヤエリカさんっていう人が、まあ、鈴子にしぶしぶ従ってるんですけど、やっぱりこんな男尊女卑的な言動はいけないって言って、あ、その成長物語ですね。春樹を翻していくような成長物語みたいな感じになっておりまして、今回もテーマ曲が使われてまして、あ、テーマ曲、はい、作曲してきまして、あなた作曲した。そうです。私の心にペニスが生えてもという曲がね、宣伝なりますそれ。いい曲なんですよ。あ、いい曲。私の心にピニスが生えても、うん、そういう、ね、いい曲なんで、ぜひぜひそちらの方も会場でね、日にち、はい、日にちはですね、5月14日から18日にやる予定でございます。アフタートークも豪華です。お、14日の初日はですね、はい、元尼崎市長の白井彩さん、はぁ、あ、はぁ、あ、女性市長がいらっしゃる。演劇が読まないですよ、そんな人。そうですね。17日の日曜日公開です。15時半は永井愛さん、お客さんの矢吹の殺意とか、はい、ね、で18日の月曜日は池内靖子さんというこの方は女優の誕生年上にというジェンダー学者で、はあ、今回立命館大学という、なるほど、まだもうちょっと大物フェミニストの方とかまだ、ね、ちょっと公表中ですか。なるほど、ぜひ情報を待たれたいですね。はい、またツイッターを見ていただければ、はい、はい、ぜひともなるよ